はい、どうも、百鬼にです。今回、ワッツに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。ソーラー充電式センサーライト。こちらね、価格税込み550円の商品で、ワッツさん行くと見かけなかった形のセンサーライトを新しく見つけたので、まあ新しいって言ってもね、多分そんなに最近出たとかではない。僕が見かけたのがたまたま最近なだけなんですけどね。ワッツオンラインショップとかではちょっと売ってんの見たことはあったんですけど、実際店頭で手に取ったのが今回初めてということです。明るく照らす20球の LED ライトの200ルーメンということです。20LED で防水等級 IP65 防犯の対策に明かり取りにということで、近づくと点灯で自動で消灯、20秒間点灯してっていう形の人感センサーみたいですね。センサー感知距離っていうのは約5メーターの120度となっております。点灯時間、まあ、昼間日光に当たってた状態で100回以上は点灯できるというふうに書いてるので、こちらがね、インターベースさんというところの商品になっております。一応製品仕様を見ていきますと、サイズが約幅 9.6、奥行き 4.7、高さ 12.4 センチ、重量が 117g、材質 PP-ABS シリコンガラス。センサー反応時の点灯時間が約20秒。センサーは動体赤外線センサーと光センサーとなってますね。センサー感知距離、角度は最長約5メーターの約120度。稼働時間は1回の充電8時間で、約100回以上点灯。充電時間は約8時間。リチウムイオンバッテリーは 3.7V の容量が 1200mAh。防塵防水等級は IP65 ということです。まあ形からするとね、前にも、まあダイソーさんとかでも見かけたことのあるタイプかなとは思うんですけど、なんかちょっと違う雰囲気もあるので、まずは、実際の商品ね、ちょっと見てみようと思います。中身はこちらですね。まあ取り付け用のビスと説明書が入っておりまして、本体はこちらですね。上に保護シール貼ってあるんで、まあ、これは剥がしちゃいます。はい、こんな感じです。見ると、パネルね、ソーラーパネル、で、まあ、ライトの部分。で、この白いのがね、モーションセンサー。で、この横、これが電源ボタンになります。取り付けはね、壁面につければいいんですけども、使い方ですよね。壁面に設置後、電源ボタンを押して、点灯状態にしますと。で、注意が暗くなるとセンサーが反応した際に点灯しますということです。とりあえずこのボタンが、これがね、電源のようなんで、これ押してみます。すると、この状態でいけてるのかな？太陽光に当てないといけないっていうことなんで、まあ、一旦充電の方をね、昼の間しておこうかと思います。まあ、どこかちょっと置いておいて、夜に確認してみようと思います。これだけでは今動いてないですね。ただね、電源が入ってる入ってないが分かりにくいんですよね。分かりにくいというか分からない。これでいけてるのかな？入ってるか入ってないか。ちょっとこれがね、今オンなのかオフなのかが分からないんですけど。まあちょっと試してね、少し太陽光を当ててみたりして確認しながら、まあ充電だけ先しておこうと思います。それではね、ちょっとセンサーライトの方充電終わって、一旦木の近くにね、設置してみました。今ね、ちょっと映ってはないんで、動いてみて、反応の方を見てみようと思います。今ね、ちょうど、動いたら、はい、このカメラの今すごいね、手前にいるんですけども、結構すんなりね、ちょっと動いただけで反応してくれました。明るさとしてはこんな感じで、今みたいにね、数十秒して光が消える感じですね。ライト的にはね、こんなぐらい光ってます。結構明るいですね、でも。はい、結構反応はね、いい方じゃないかなと思います。じゃあもう一度動いてみますね。今横にいます。今ね、光った範囲がね、だいたい45度ぐらいのところから近づいてみましたが、結構反応はやっぱいいですね。前に使ってたやつよりかは反応も明るさも
結構明るい気はします。そこそこのね反応と、あとまあ短時間で点灯消灯してくれる、このあたりは結構まあそういう防犯じゃないですけど一時的なセンサーライトとしては十分な明るさと、まあ、あの反応の良さあるんじゃないかなと思いました。はい、今もすぐちょっと動いただけで反応してくれたんで、センサーの感知能力はねそこそこいい方だと思います。はい、実際の使ってみてこんな感じでしたね。ということで今回ねこちらの方を試してみたんですけども、以前買ったものに比べるとね反応はまあまあそこそこいいし、明るいのも明るいかなと思います。結構ねスッと反応してくれてたんで、ここのねさっきの映像のように結構明るかったなと思いました。時間も20秒ほど、それぐらいで消灯してくれてたりするんで、で、ある程度動いてたら反応はしてるのかなというとこですね。で、明るいところでは、まあ、反応しない感じ。ね、今ここ部屋明るいんで反応してないですし、そういう意味では問題ないかなというところにはなるかと思います。で、ソーラーの方もね、今日昼の間ね、ずっと外に置いておいたんで、まあ、先ほどのように反応してた。ちょっと気になるのは電源のオンオフが分かりにくいっていうところです。で実際にね充電はできてたんですけども、オンになってたかどうかっていうのがちょっとパッと見分からないのがちょっと問題というか難点かなと思うんですけど、それ以外は特にあの使い勝手は悪くない、まあ、商品かなと思いました。こちらまたねちょっとどこか設置しておこうと思います。こちらがですねワッツさんの方で見つけたんですけども、ジャンコードはこちらになりますね。株式会社インターベースさんの商品になります。はい。まあ、多分ね、前に紹介した充電式のセンサーライト。そちらの、まあ、またバージョンアップしたものになるのかなと思いますね。パッケージが似ているのでね。気になる方は、ワッツの方、ちょっと探してみてください。ということで、今回はこの辺で。また気になる商品見つけたら、紹介したいと思います。それでは。